皆さん、こんにちは。トレキングのお時間です。今回は、様々な種類の動物の最小種を9選紹介していこうと思います。あまりの小ささに驚くような生物ばかりですので、ぜひ、最後までご覧ください。それでは、早速見ていきましょう。コビトカバは、アフリカ大陸の西部に分布していて、主に低地の沼地森林の水辺に生息しています。カバの中では最小種で、体長150cm から 180cm、 体重は 180kg から 275kg ほどとなります。数値だけ見るとそれなりに大きいのですが、一般的な成獣のカバと比べると体重は10分の1ほどしかないのです。他にも、一日中水の中にいるわけではなく、多湿な場所で行動しているという違いはありますが、皮膚が乾燥に弱いので水浴びをするところや泳ぐのが得意なところは、他のカバとあまり変わらないようですね。また、ジャイアントパンダ、オカピとともに世界三大珍獣の一種とされています。ですが、他のカバとは違い、おとなしい性格のため狩猟の対象となったり、生息地の減少などで個体数を減らしていて、現在では絶滅危惧種に指定されています。ディクディクはアフリカ大陸の東部から南西部にかけて分布していて、乾燥した草原や半砂漠地帯などに生息しています。見た目は子鹿のバンビそっくりですが、実は鹿ではなく牛の仲間で、体長は50センチメートルから70センチメートル、体重は3キログラムから6キログラム程度しかなく、牛科の中では最小種となっています。また、ディクディクは天敵に見つかると、鳴き声を上げながら時速60キロメートルの速さでジグザグに方向転換しながら逃げ回ります。その時の声がディックディックと聞こえるので、この名前がついたそうです。他にも隠れるのが得意で、天敵に自分が見つかってない場合は身を低くして隠れるのです。攻撃手段を持たないディクディクならではの考え方と言えますね。マメハチドリはカリブ海のキューバ島に生息していて、体長6センチメートル、体重2グラム程度しかない世界最小の鳥です。その重さはなんと1円玉2枚分と同じなのだから驚きです。また、マメハチドリは花の蜜を主食としているのですが、基本的にひたすら飛び続けているので、かなりのカロリーを必要としています。その上、特殊な飛び方によって1秒間に80回も羽ばたいているので、栄養価の高い花の蜜は最適な食料といえます。そのため、体の割に燃費が悪いマメハチドリは、花の蜜をめぐって争いの毎日を送っているそうです。コビトカイマンは、南アメリカ北部の森林を流れる川や沼地などに生息していて、全長は 1.2 メートルから 1.5 メートルで、体重は6キログラムから7キログラム程度のワニの中では最小の種類となります。比較的冷たい水にも耐えることができ、夜には長距離の移動をするなど環境への適応力が高いことでも知られています。ワニ類の多くは比較を目的とした狩猟が行われていますが、コビトカイマンの皮はあまり利用されず、絶滅の恐れはないそうです。また、特定指定動物なので、環境省が指定した自治体に許可を得ないと飼育できないそうですが、許可が下りれば自宅で飼育することも可能となります。ですが、飼育下では最大で60年生きることもあるので、飼育を考えている方は、最後まで面倒を見れるのかをしっかり検討してくださいね。ヒメウミガメはインド洋、大西洋、太平洋にかけて広く分布していて、甲羅は比較的丸く褐色を帯びたオリーブ色をしていることから、別名でオリーブヒメウミガメとも呼ばれています。
体長は50センチメートルから70センチメートルで、体重は40キログラム前後のウミガメの中では最小種となりますが、それでも気軽に飼える大きさではありませんね。また、ヒメウミガメはアリバダと呼ばれる集団での産卵が有名で、数千匹のカメが一斉に上陸して、2日から3日でほぼ同時に産卵を行います。この数が捕食者を圧倒することによって身を守ると考えられているのです。ですが、厳しい自然界で1年以上生きられるものはごくわずかで、ヒラタウミガメを除く全てのウミガメは絶滅危惧種に指定されています。小型ペンギンはオーストラリア南部とニュージーランド周辺の海に生息していて、別名でリトルペンギンまたはフェアリーペンギンとも言われています。体長は40センチメートル、体重は1キログラムほどしかなく、ペンギンの中では最も小さい種類となっています。そのサイズから天敵は多く、サメやカモメ、ウミワシのほか、野生化したキツネや犬、猫やイタチなどにも狙われてしまうそうです。また、水深20メートルから30メートルまで潜水することができ、小型の魚類やイカ、タコなどを主食としています。ちなみに、別名のフェアリーとは妖精のことですが、性格はとても攻撃的で、妖精のイメージとはかけ離れているそうなので注意してください。スナメリは、コガシラネズミイルカ、セッパリイルカと並んで、世界最小級のネズミイルカ科に属する小型のイルカです。体長は140センチメートルから170センチメートル、体重は30キログラムから60キログラムで、ペルシャ湾から日本に至るインド洋、アジア地域に広く分布しています。人が暮らす陸地に近いところで暮らしているので、野生のスナメリを見つけるのはそんなに珍しくないかもしれませんね。また、スナメリはおとなしくて臆病な性格で、体の色は灰色っぽく、体の割に大きな胸びれがあり、背びれがないのが特徴です。ちなみに、スナメリは白イルカとよく間違えられるそうですが、白イルカの方が体長は 2.5 倍も大きいのです。泳いでいると大きさの違いが分かりづらいのかもしれませんね。あとは、胸びれの形が明らかに違うので、機会があれば比べてみてはどうでしょうか。原産国がアルゼンチンのファラベラは、アメリカなどでペットとして人気があり、世界で最も小さな馬としても知られています。ファラベラの名前の由来は、この品種を成立させたファラベラ家から来ていて、体高は平均で70センチメートルから80センチメートル程度しかなく、小さい馬では40センチメートル台で、ほとんど犬と変わらない大きさなのです。また、寿命は20年から30年と犬や猫よりもずっと長く、体は丈夫で、性格は人懐っこく、学習能力も高いので、しつけや調教も可能です。日本ではまだほとんど見かけない品種で、飼うためにはいくつかの条件がありますが、もっと普及して家でペットとして飼えるようになるといいですね。マレーグマは中国南部からインド東部、インドネシアなどで生息していて、体長は 1.2 メートルから 1.5 メートル、体重は50キログラムから70キログラム程度で、クマ科の中では最小種となっています。木登りに適した体型をしているので、木登りがうまく、収穫も優れているので、食べ物も匂いを頼りに鋭く嗅ぎつけることができます。また、マレーグマの舌は20センチメートルから25センチメートルと長いので、木の中にいる昆虫やその幼虫などを食べるときにも役立っているのです。クマの中では最も人間に対して危険性が低いと言われていますが、絶滅危惧種に指定されているので、ペットとして入手することはできません。毛皮を目的とした密猟、自然破壊や環境破壊だけでなく、外敵にトラやヒョウ、ウンピョウなどがいるのも、
個体数を減らしてしまう原因かもしれませんね。今回の動画はいかがだったでしょうか。同じ生物でも最小種となると大きさの違いに驚いてしまいますね。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、何か動画にしてほしいことなどありましたら、お気楽にコメントください。それでは、次回のトレキングでお会いしましょう。